皆さんこんにちは、ピツァでございます。三国志内の173回目ね、やってまいりましょう。勝ちはこれで終わりか。ああ、ようやくやね。カエルとかちょっと買っていこう。これで、回収も終わりですね。
まだ白ならんもんね。さあ、こんな感じですね。救出された。まあ。
まあこれはね、何をしてるかというと、時間を潰しながらあの和の国がどっかにね攻め込んでくるのを待ってるんですよね。やり方間違えると信用を失って忠誠度がね下がっちゃうんですよね。それだけはちょっと避けにはいかんので、まあまあこんな感じやね。さあそろそろ先生は5000円かな。ソイさんと、そうそう、二人ね。Thank you.
やっと900超えやね、ここも。さあ、これでもう終わりかな。さあ、あれはワノ国に攻めてけへんかな。まだ移動完全には終わってないけどね。これね、見つけられないよ。取らないとね。はい、というわけで今回はここで終了となります。ありがとうございました。それではさよなら。